よし、以上でブリーフィングを終わる。準備ができ次第始めてくれ。それと昨夜、お前は少し残れ。何か？昨夜、お前はしばらく休暇を取れ。これは上官命令だ。そんな、私は。昨夜、最近鏡を見たか？は？ほとんど寝てないんだろ。お前があいつを思う気持ちは姉として嬉しく思う。だが上官としては別だ。コンディションを整えられない者は死を呼び込む。わかるな？はい、軽率でした。最後に忠告だ。お前はもう少し周りに頼ることを覚えろ。いいな？努力はしています。頑張りましょうね。さあ行こうか。足を引っ張るな。援護は任せてよ。Thank you.
死はなかった。Thank you.
き残れたね。何が怖いというだけだ。私、今日誤射が少なかった気がします。帰ったらバガラリー見るぞ。油断はするなよ。いるか。もう散々言い飽きたけど、せめてノックぐらいしてから入ってきてよ。ああ悪い悪い。どうせ私の分の配給ビール目当てなんでしょ。いつもすぐ飲んじゃうから。いいじゃんか、どうせお前飲まないんだしさ。なんならあれと交換するか、新型のジャイアントトウモロコシと。いやよ。何これ。ハイキュービール取っておいてくれよ。腕輪認証がかかってる。ビンドン。そもそもあの日はイレギュラーが不自然なまでに多く、指令情報での食い違い、アリサの様子もおかしくって、あの日のミッション履歴が消されてる。どういうことなの、リンド。なんだ君か。どうかしたの。そう、アリサが教えてくれてありがとう。それにしても触れるだけで気持ちが通じ合うなんて、新型同士の能力なのかしらね。お願い、しばらくは彼女のそばにいてあげて。